どうも皆さん、オジャスってことで、今回もブレスオブザワイルドをやっていきたいなと思います。で、今回なんですけども、とあるね、リスナーさんからいただいた面白そうな情報があったので、そちらの方、やっていきたいなと思います。今回なんですけども、皆さんね、スノーブーツってあるじゃないですか。スノーブーツって、一回、流れとしては一回借りて、で、サンドブーツを手に入れたときに、スノーブーツってのは一回こう返しちゃうんですよ。ですが、今回ね、紹介するバグを使うと、まあ、仮パクしたまま手に入れることができるということでね、ちょっとそちらの方やっていきたいなと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。はい、じゃあまず最初はですね、こちらのボテンサっていうやつに、あれですね、スノーブーツをもらいましょう。はい。よく走れるね、それね。俺にもちょうだいもん。で、この8人目の英雄っていうあれがあるんですけども、これはね事前に取っておくといいかもしれません。はい、手に入れましたと。さあ、でこのあとですね、まあ普通はね8人目の英雄の写真を撮りに行くんですけども、まあもう撮ってあると。でじゃあもう終わりかっていう話なんですけども、ここから、このままモイズの試練行きましょう。はいはい、で、モイズの試練のとこに来たんですけども、ここで一つ、まあ、前提として、このモイズの試練は、まだ一回もクリアしてないというのが、はい、必須条件になります。なんで、一回クリアしてしまった人は、まあ、多分難しいかなと思います。じゃあ、早速ね、やっていきましょう。挑戦する。あ。ファッ。はい、戻ってきました。じゃあ、早速ね、やっていきましょう。で挑戦するんですけども、まあ、このままクリアするわけじゃないと、まあここから抜け出すわけですね。でそこをね、まあ、一発で成功できたらなと思ってるんですけども、できるかな、まあ、まず始まったら、右の壁に登りましょう。はい、でここに登ったらここに縦サーフィン、はい、こんな感じでね、霧に包まれたら、成功です。でこうなったら、頑張ってみると。はい、こんな感じで戻されます。でまあ、入り口に戻されるんですけども、ここで一回ね、あそこの燃えずの試練のとこまで一度戻りましょう。ただこれ戻りすぎてもダメで、戻りすぎるとまたミニゲームが再開されちゃうんで、その判定のギリギリのところ、まあここら辺ですかね、これまで来たら、まあ、U ターンして、でこのあとあれですね、最果ての塔に行きます。まあ、最果ての塔は右下のここなんですけども、まあ、ここまでね地道に走る作業が続きますってことで、まあそういうのはね、もうぶっさりとカットしていく。はい、というわけでね、ここまで来ました。でもう一つ言い忘れてたことがあって、またこの野生の試練もね、未クリアの状態にしておいてください。ここでバグが発生するんで、今はねまだ、まあ、音楽とかはね鳴ってないんですけども、まだ燃えず試練中だったなんですよね。でその状態でここに入ると、まあ、バグが起きるという感じになります。はい、行きました、最果ての塔。じゃあ降りましょうか。スッドン。さあこうなりますね、飛ばせません。はい、スポンポンになりました。でこれで装備が外れるんで、燃えずの試練のコログから戻ってきてって言われます。ちょっと早くしてくんねえかな。お、来た、さあ来ました。はい、ダメーって。でこれで戻されて、はい、で、まあ、また挑戦するって言われるんですけど、まあここはもう終わりましょう、用はないんで。でこうなったらですね、またゲルドのとこに戻りましょう。はい、ギルドのところに着きました。で、まあ、ここでね、こんな感じで、
一切ね、さっきの野生の試練があって、一切装備を持ってないので、この状態で、オアシスのとこに向かいましょう。オアシス？なんだっけ、あそこ。カラカラバザール。はい、こいつですね。こいつに、話しかけて、あれしましょう。全部。なんで、600ルピーが必要という感じになります。はい、これで OK ですね。で、こうなったら、また、あいつに、スノーブーツ野郎に話しかけましょう。皆さん、こいつさ、こいつ何だ、なんでこいつ走ってんの？超見つけるの大変だったわ。はい。ってことで、こいつに話しかけましょう。こいつ、ほんと腹立つな。見つけました。めんどくさかった、このメガネクソ陰キャ野郎が。すいません。すいません。ちょっと言葉が過ぎました。はい。まあこれね、後で取りに行くと結構だるい作業になるんで、まああらかじめね、取っておきましょう。サンドブーツくださいと。いや、こいつが脱いだやつ着るのかーって思った人は多いはず。で、これゲットしましたと。で、スノーブーツ返してしまうんですが、ここでね、さよなら。ここでオートセーブが多分入ると思うんですよね。はい。左下にオートセーブが入りました。で、このオートセーブのデータを、ロードします。さあ、見てください。装備がちゃんと戻ってますよ。そして、装備を見ると、スノーブーツゲット。ふぅ。まあ、一見ね、あんまり変わってないように見えるんですけども、まあ、こちらご覧ください。ほら。ちゃんとこれ、8人目の英雄クリアしてますよ。なんだけど、あれを持ってると。じゃあ、ここで、もう一回ちょっとこいつに話しかけてみましょう。どうなんのか。スノーブーツも欲しい。もう持ってるけど。はい。剣を持ってなかった。はい。まあ、剣を探しに行くと。おっと。これは スノーブーツも持ってますが。多分これあれか。2つになって、終わりって感じか。じゃあちょっとね、ちょっくらちょっとやってきますわ。はい、写真を携え、また来ました。話しかけましょう。さあ、もらえるのか。これ見て。スノーブーツなしでとか言ってたけど、持ってんだよな。まあ、取ってきたよ。いや、あるんだけど。ごめん。いや、あるんだけどね。スノーブーツ。待って。もしかして？ もしかして？あ もらえた。もらえたんだけど。マジかよ。よかったら、僕と、続き合って。はい。ってことで、スノーブーツを 2個手に入れました。やったー、これ。で、俺のサンドブーツは？で、そんなのはさておきですよ。で、こいつはね、スノーブーツを2個持ってたんですよ。だけど、このリンクに貸さなかった、この可愛い顔したこのリンクにね、最初、スノーブーツこれしか持ってないんだよ、ってか言いながら、こいつは2個持ってたんですよ。もうこれ皆さん許せますか？こんな、か、べ、ぜ、あのね、もう絶世の美女が目の前にいるのに、こいつは貸さなかったと。2個持ってのに。もうそんなやつにはもうこれですよ。お前は死んで詫びろ。はい。あれ？お前なんか、すごい平然と顔してるな、お前な。もうしばくわ、じゃあ。お前ちょっと待ってろ。お前しばいたるわ。おい、切れないじゃねえか。はい。で、最後にですね、先ほど言ったように、サンドブーツどないすんやっていう話なんですけども、まあ今スノーブーツ2個あって、まあどうしようもないと。ただですね、こちらグラネットさん、はい、一から村にいるこいつに話しかけましょう。でも見せてって言うと、まあ、ここにね、なんとサンドブーツがあると。こんな感じで、はい、まあ、ここから買って、サンドブーツを手に入れると。
まあ、多分スノーブーツ持ってるってことは、まあ、サンドブーツも持ってるやろっていう、まあ、任天堂からの圧力が多分ここにかかってると思うんですよ。はい、まあ、そんな感じで、サンドブーツとスノーブーツを手に入れました。やったでってことでね、はい、今回の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。また次の動画まで、バイバイ。